環境教育とは、環境や環境問題に対する興味、関心を高め、必要な知識、技術、態度を獲得させるために行われる教育活動のことである。人間の全体に関わる問題として、学校以外でも様々な活動が行われている。関連する学問分野は教育学、心理学、医学、人類学、社会学など多岐に及ぶ。日本では、 環境の保全のための意欲の増進及び環境、教育の推進に関する法律の第2条第3項において、環境教育とは、環境の保全についての理解を深めるために行われる、環境の保全に関する教育及び学習を言う、とされている。環境教育の分野は次のように分類できる。これらは変遷しうるものであり、また異なる分類の方法も可能であるため、 確定的なものではない。環境教育の用語は1948年の国際自然保護連合で最初に用いられたとされている。それ以前にも類似の概念は存在していた。また、日本と外国では環境教育の発展の過程に違いが見られる。欧米諸国では19世紀の後半から自然保護教育が行われていた。これが 今日の環境教育の根源であると考えられる。環境の質と教育の質を緊密に結びつけて考えた世界で最初の人間であり、環境教育の開拓者として知られているのは、生物学者、社会学者、都市計画家でもあったパトリック・ゲリスである。ゲリスは、スコットランドの首都エディンバラにある展望等を拠点として、独自の自然学習の理論と実践を作り上げていった。 1966年にイギリスの教育・科学省の諮問機関が提出したブラウデン報告書で学校と教育における環境の活用が述べられた。1970年にはアメリカ合衆国環境教育法が制定され、本格的な環境教育の取り組みが定められた。1972年にストックホルムで国連人間環境会議が開催され、 1975年には国際環境教育会議でベオグラード検証が採択された。この中では目標として関心、知識、態度、技能、評価、参加の6項目が示され、環境問題の目的が明確にされている。1987年には環境と開発に関する世界委員会が開かれ、非公式な方式による普及が禁用であるとされた。 1990年にはアメリカで環境教育の推進等のための法律が制定され、環境教育を推進する制度が規定された。1993年にはオランダで環境管理法が制定された。また2002年のヨハネスブルクサミットでの日本の NG オート政府の提案を受けて、2005年から10年間は国連持続可能な開発のための教育の10年がと、した。 日本では1960年代に生じた深刻な公害や自然破壊の問題に対する社会運動が発展し、その解決法として認められるようになったのが環境教育の最初である。環境学、環境問題に対する市民の知識、関心の低さが指摘され、それを教育する方法として環境教育の概念が形成された。 1990年には日本環境教育学会が創設され、環境教育の理論的体系づけが一つの目標とされている。環境教育学の創始者の一人である藤岡貞彦は、その目標は環境権の確立にあると述べている。行政の面においては、1993年の環境基本法の制定と2003年の 環境の保全のための意欲の増進及び環境、教育の推進に関する法律の制定により、環境教育の推進のための施策が行われている。現在では、自然保護に限らず、持続可能性についての議論などの広い意味を含んでいる。環境教育における行動は、学習者自らが行動を起こすことによって達成されると考えられていることから、 環境教育についての教材作成、報告、研修などが盛んに行われている。学校における環境教育の推進のため、文部省によって教師向けの環境教育指導資料が作成された。1991年に中学校、高等学校編、1992年に小学校編、1995年に事例編が発行された。 2001年の新学習指導要領に対応した改定が行われている。2001年からすべての学校で始められた総合的な学習の時間で学校の実態に応じた学習活動が行われることとなった。その中で横断的、総合的な課題として環境教育が取り上げられることが多い。青少年教育施設は 青少年の健全な育成を図ることを目的に全国各地に設置されている。大きく青年の家と少年自然の家に分けられるが、青少年の家、青少年センターなどの名称を使っている施設もある。国立と公立に分類されるが、国立は2001年から独立行政法人となった後、2006年4月からは青年の家と少年自然の家が、 独立行政法人国立青少年教育振興機構に統合されている。現在日本には多くの任意団体が活動を行っており、休日など無料あるいは資料代程度の参加費をとって事業展開している。自然観察会や里山保全活動など多くの活動が日常的に行われている。社会においてボランティア的に環境教育を行っていくのには、 限度がある。まず、関われる時間が限られており、参加者に合わせられないこと、質的向上には時間と費用がかかり、ボランティアでは限りがあることなどである。必然的に、環境教育を事業として捉え、行っていくことになる。それを行うところとして、日本各地で最近多くなってきたのが、自然学校である。環境教育に関わる指導者の要請が必要と、 なってきている。文部省は、1999年度から3年間にわたり、専門的能力を持った指導者を育成するため、野外教育担当者セミナーを実施した。このセミナーは、民間の自然学校の先駆者として、ノウハウのある、財団法人キープ協会及び、国際自然大学校へ、企画運営を委託し、全国各地で、 実践的に活躍中の指導者を講師陣に迎え、国立青年の家、少年自然の家を会場にして開催された。民間でも人と自然との仲介をするインタープリターなどの指導者の要請が活発になってきている。1987年第1回清里フォーラムが開かれた。全国各地で環境教育の現場で活動している人たちの交流。 情報交換の場としての意義は大きかった。2回目からは、清里環境教育フォーラムと名称が改められた。中央省庁の職員、自然保護団体の人、小さなボランティア活動を行っている人などの様々な人が立場を超えて会合できるものであった。1992年、日本環境教育フォーラムが任意団体として設立された。 清里環境教育フォーラムからの発展系であるとも言える。大きな目的は日本に環境教育を浸透させようとするものであり、自然学校を通じて良質な環境教育を社会に提供しようというものである。1997年環境庁認可の社団法人となった。2010年公益社団法人に認定され、 より幅広く質の高い環境教育の推進に向けて活動することを掲げている。2005年に開催された愛・地球博では会場内の自然学校として森の自然学校及び里の自然学校が設けられインタープリターが自然の大切さなどを来場者に対してインタープリテーションを行った。この愛・地球博の自然学校でインタープリターという名称が 一般にも広く知られるようになった。ありがとうございます。